チンクチンク、またはコルネットは金管楽器の一種。古代の角笛に起源を持ち、ルネサンス期に愛用された。イタリア語、英語などの名称は近代金管楽器のコルネットと語源が同じであるが異なる楽器である。英語ではルネサンス期の楽器をイタリア語のままコルネット、またはコルネット、近代の楽器をコルネットと綴って区別することが多い。 発音機構上は、ディップリードを用いる、金管楽器ではあるが、自然バイオ列以外の音を出すために、バルブ機構やスライド機構の代わりに、男を持つ、いわゆる、木管システムを取るのが特徴である。標準的なものは、木製革巻の八角錐を緩やかにカーブさせた、形状で、左手四項、右手三項を持つ。 艦長と形状の異なるミュートコルネット、コルネッティのリザルドンなどの足も使用された。ベネツィアではトロンボーンの素形であるサックバットとのアンサンブルが独自の発展を遂げた。17世紀まではソロ楽器としてもバイオリンに並ぶものとして賛美されたが、あまりに演奏が困難であること、音量が貧弱であることから、バロック期の木管楽器の発達に伴い、18世紀に 入ると急速に廃れてしまった。同種の低音楽器として、セルパンやオフィクレード等があり、これらは軍楽隊などで20世紀初頭まで使用されていたが、次第にバルブ式のチューバにとって変わられた。ありがとうございます。